こんにちは FX トレード歴6年で今ではねもう FX はマスターしたぞという風な自覚をしている即果塾の久保でございます今年もですねまだ4ヶ月終わってないんですけどもなんかバカバカ勝てましてね1000万以上 FX では取れるようになりましたあの昨年までは年間で1000万を目指していたんですけどもなんかここに来てね急速にその昨年の倍というかね 今のペースでいうと4倍ぐらいのパフォーマンスを上げてきてるんですよ。まあ、というのがロットもちょっと増やしたところがあるんですよ。同じトレード手法でロットを1から2にすればつまり倍にすれば1000万が2000万なんのは計算上、まあ、単純な理屈で分かるんですけどもいやなかなかロットを倍にするってねさすがの私でもかなりの精神力いるんですよ。で私はばかりながら精神力が強い方なんですけども。 でもこれはね FX については投資については別の精神力がいりますよね。そしてもう一つなんですけども確かにねうんロットを上げれば、うん、同じように ×2 で儲かるような気がしますけどもだけども昨年と今年っていうのはあらゆる意味で市場の、まあ、ニーズっていうのが変わってるんですよ。 これでもね、毎年なんですよね。毎年よりも毎月かもしれませんし、毎日かもしれませんけども、毎日だと変化が少しずつなんで分かりにくいし、あとは順応していくんでね、だんだん慣れていくところがありますけども、1年前の FX の状況と今年ってのは大きく違いますよね。何かっていうと、まあ例のロシア・ウクライナ問題ですよ。うん。それ世界を巻き込んで、今、ものすごいインパクトになってますよね。で、この影響が出るのが、 もうすでに今出てますけどもっと出るのが数週間後から数ヶ月後なんですよね今どん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 円高が進んでるじゃないですかまあそういう中で FX のトレードしながらねやっぱ思うことはいやでも1年前2年前は感染症のことでいろいろ相場の方もあったよねとかねその前はデフレがどうとかっていうのであったよねとかね結局どこかにファンダメンタルっていうのは絡んでくるんですよ そのファンダメンタルが強い時っていうのはさすがに私はやりませんけども今年もそういう時がね2週間3週間ありましたファンダメンタルがきついから相場は絶対に資金を入れませんよって宣言して23週間休んだ時がありましたけどもねいやでもねここに来てね FX だけではなくって株の方もちょっと見ていこうかなと思ってきましたよねで株の方では私ね天馬川株って言って10倍ぐらいになっちゃう値上がりするのな株を 見つけられないかなと思ったんですけどもどうもそれはね、なかなか難しいとそれを言うぐらいだったら上がりきった株を下がるのを待った方が空売りを狙った方がいいんじゃないかなっていう一つの考え方もあるわけなんですよまあ、どっちにしてもドカン、ドカンみたいな大きな動きを狙ったのが今回の私の考え方ではあるんですけどもでも基本的にはね、株って小さな値動きを少しずつ取っていくっていうものの積み重ねのような気がするんですよ FX と同じようにね FX も結局トレンドを追っ,て追っかけていくところは確かに大きな流れに乗っていくところはありますけどもでもそこにねエントリーと利確を小刻みに繰り返してますからね、うん、それはなかなか普段の相場解説ではお話できませんまさにねそこで買って天井で売ったみたいな感覚になるかもしれませんけどもそんなことはないわけですよ 基本的にはレンジを設定するっていうまでが結構なテクニカルで真剣に使うところでそのレンジが正確なのかどうかってことを見極めてエントリーポイントを決めてそこでエントリーをするブレイクアウトをするでもブレイクアウトしても寝動きっていうのが戻ってきてロスカットっていうのもねやっぱあるわけなんでじゃあビビるわけですそういうところは未だにビビるからこそ慎重になってああでもないこうでもないっていうふうな検討を繰り返すことができると思ってますけどねやっぱりこう課せるようになってくると油断が生じます 強いものっていうのは油断があるんですよでも力ないものって油断しないじゃないですかだから私は実績を積み上げて自信がついて力をつけてもいつも初心者の気持ちは忘れずに初心忘れるべからずで行こうと思うんですよねそういった意味を込めてこの FX の力で株ってのがどこまで理解できるのかなっていうふうに考えてはいるんですよねはいということでね、えー、週刊中年ジャンンプのストーンさんも 株スクールを今ガブラが乗ってる段階だと思いますのでこの辺りでね、私も FX の強化教材を今年中にリリースしようと思います。まあ、名付けてですね、週単位で勝ち越せる、そんな FX の教材になろうかと思います。まあ、一日一日は確かにいろんなコンディションとかね、ロスカットとかがありますんで、一日単位で行くとね、じゃあ100日中100日勝ったみたいなことは私これできません。そこまでかあの自信価値ありませんのでね、そんな妄想ってのはないです。ただ 1> 1週間でですすこととは可能だと思うんですよもちろん1週間のうちの後半に無茶なロットを張ってしまえばそれまでの価値を全部吹き飛ばすようなねロスカットが起きるとも限りませんけどもその辺も込みで調整しながらどのぐらいのペースで最初の資金投入をするのか中間ではどのように調整していくのか。 で、最後の週ではどのようにね、盛り返していくのか、もしくは価値を確保する意味でもうエントリーをしないという選択をしていくのか、こういったことを1週間単位の戦術を用いながらね、日々の相場解説に移していくと。はっきり言って私のデモトレード、デモトレードじゃない、コピートレードか。コピートレードすれば勝ち越すことができると思いますけども、それではね、私がずっといなくてはいけないってことになりますんで、私のサポート金額が高くなるばっかりですからね。できれば3ヶ月なり、半年なりで、私の テクニカルの方法ですね、えー。離脱していただいて、自分のトレードができるといいかなと思ってます、えー。ちなみにですね、私の場合、テクニカルをそのまま忠実に再現してるだけなんで、私の考えが入ってるわけではありません。ですんで、オリジナルのトレード手法は私全く使ってませんからね。だから、インジケーターなんてほとんどいらないでしょ。<laughs> だからテクニカルだけなんですよ。テクニカルの中でも、4つの手法、何回も言いますけどもね、えー、ゾーンですとかね、逆田語法とか、エリオット波動とか。 フォーメーション分析とかあの辺しか使ってないんですよもうそれ以外の概念出てこないでしょ <laughs> だから繰り返せば分かってくると思いますし使いこなせるようにならなければはっきり言って別のツールとかねインジケーターに手い出いしも無駄ですよこの4つの手法が理解できてるからこそインジケーターが見極められるしじゃあバイニアルプションがどういうものなのかってことも分かるし語れるんですよそれこそいく,いつくらいつらでも語れますよなぜならテクニカルをテクニカルを身につけてるからテクニカル テクニカル的には何でありえないかってことが話せるわけですよ。テクニカルを理解してない人は、あ、なんとなく勝てそうだなっていうふうに思っちゃうんでしょう。あの、バイナルオプションとかね。いや、勝てないですから。<laughs> バイナルオプションっていうのは、バイナルオプションを、その、何バイナルオプションのコミュニティを売る人が儲かるようになっている仕組みなんですよ。ですので、バイナルオプションで偶然1週間連続で勝ったら、さあコミュニティ運営しましょうみたいになるわけですよ。ね。でもやっぱりね、3年とか5年単位で、 ずっと勝ち越してないとでしかもそれをね客観的な記録としてどんどん出しているのは多分私だけだと思いますんでね <laughs> まあその私のねアップロードしてる YouTube チャンネルも <laughs> いつバンされるか分かんない状態になってきましたけどもね <laughs> まあでも証拠画像がなくてもやっていきたいという私のこの足跡っていうのは <laughs>、うん、多くの方の脳裏に焼き付いてると思いますんでね <laughs> まあもう疑う余地はないと思っていただければと思いますえそれでは 週刊中年ジャンプのストーンズの対談、ゴールデンウィークのね、えー、まあ、明けぐらい、ゴールデンウィーク中、そのぐらいに設定できればと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。